特養はとにかく介護保険法が3以上の方が出ないと入れないということになったおかげで、非常に重度の方が入ってるってこともあって、やはり明かりがないとか、まあ、こういう精神的な問題があったり、まあ、あとは緊急時に対応でするのに、やはり電気がないってことがどんなに大変だったかというところをね、感じましたし、まあうちはあと 3.11 で一番重い計画停電の地区だったんですね。そうです。ここはだからやっぱり食事に一番困るっていうのがありましたね。何でもない平時はあまり全然気にしないんですよ。でやっぱりうちなんかもその、ね、3.11 の一番きつい、はい、計画停電の区域だったから、はい、もう本当に夕食の時間帯停電なんですよ。まあ、一番使う時間帯なんですよ。そう、それがやっぱり何回か当たってきて、その時は職員も総出で、まあ、いろんな懐中電灯も含めていろんなものを持って、はい電池の懐中電灯ですから、で、はい、あの時はやっぱり困ったのはそういう時って、はい、もう売ってないんですよね。乾電池さえ売ってなかったということもあったりして、だからいろんな多方面から地方の方から送ってもらったりなんかもしながらこう対応したっていう。行動を取れると思うんですよ、はい、その非常時の時に電気がつくことだけで、はい、じゃあ電話がつながると、まあ、停電時の電話もありますから、はい、極端な話一気に連絡をするとか、うん、例えば今メールなんかはもう普通に何かあったらすぐ連絡来るようになってるから、はい、そういうのも暗闇でこうバババ打ってるのとやっぱり違うと思うんですよね。施設って多分全部ね、さっきもお話したんですけど、はい、電子錠になってると思うんですね、はい、どこの施設も、はい、で電子ロックになってる、はいはいはい、でも停電になると一気に火災の時と一緒で、あ、停電になると一気にそれ解除になっちゃうから、そうすると人が出てっちゃう、はいはいはい、で夜間はとにかく夜勤者と宿直しかいませんので、はいはい、まず最初に出入り口のこう外出ていかないこと確保することに一緒になって、ただそれが真っ暗の中でやってたらとてもじゃないけどそれができないっていうようなこともあってね、まあ、非常灯はもともとこういう建物ですから小さな豆電球みたいなのがポツンポツンとつきますけど、でもそれより明るくいろんなところがなりましたんで、それこそ行動範囲は広くなりましたよ。こういう設備があって、はい、その復旧するまでの間はこういう形で対応してますよとか、はいはい、だけど今はおかげさまでこういうシステムができているので、はい、外で、大容量の電源を確保できますからということで、はい、まあ、それならいいですねってやっぱり言っていただく、はい、ご家族の方からそういうことを気にされてきてますよね。やっぱり僕は職員、家族も安心すると思うし、職員もこういうものをつけたということで、はい、安心に仕事ができるようになったということは大きかったと思う。本当にね、僕ははい、これを導入してね、はい、職員が安心してくれて仕事ができるって堂々とできると思ってくれたことが一番だよ。他の施設にもぜひね、はい、使っていただきたい。使うようになっちゃいけないんだけど使っていただきたい。この場の先の杖で住めばそれが一番いいことで、はい、全ての施設がやっぱりこの非常用電源をしっかり設備をつけてもらいたい。なるほど。そうすれば国民、まあ、県民市民が安心して施設に入れるだろうっていうね。Panasonic.